ご視聴ありがとうございます。大谷翔平選手がメジャーリーグでも二刀流を実現できたのは、ファイターズの育成方針があったからこそだ。ダルビッシュ有、大谷翔平ら、スター選手を次々と輩出してきたプロ野球チーム。北海道日本ハムファイターズ。2004年に本拠地を東京から北海道に移してからの15年間の軌跡を追ったドキュメンタリー映画「ファイターズ・ザ・ムービー」からチャレンジ・ウィズ・ドリームからが2月15日より公開中だ。既成概念に縛られない夢を持った挑戦をするという心意気で日本のプロ野球界に影響を与えてきた同球団の強さの秘密はどこにあるのだろうか。スカウティングと育成でチームを強くする。前述したダルビッシュ、大谷というアメリカのメジャーリーグ以下 MLB でもバリバリ活躍する選手を輩出してきたが、同球団の印象について多くのファンが口を揃えて言うのは、選手育成がうまい球団ということ。まさに同球団のチーム強化における大きな指針がスカウティングと育成なのだ。スカウトたちが素晴らしい選手を日本全国から見つけ出すことは他の球団も変わらないが、毎年10月に行われるプロ野球ドラフト会議でその年のナンバー1の選手を指名するというのがファイターズの特徴。これは06年に導入したベースボールオペレーションシステム以下 BOS に基づいている。 BOS は映画「マネーボール11」でブラッド・ピットが演じた MLB のオークランド・アスレチックスのビリー・ビーン GM が導入したセイバーメトリクスを参考に選手の能力を数値化するもので、これは試合における選手の起用などあらゆる戦術にも応用される。でもいざ獲得した選手も実際に戦力にならなければチームの底上げにはつながらない。そこでファイターズでは高校を卒業したばかりの入団1年目の選手でも2軍であるイースタンリーグの試合に積極的に出場させることで経験を積ませ、選手たちは1軍レベルの力を身につけていく。実際に昨年はイースタンリーグの開幕戦でドラフト4位入団のなにわ進平選手が先発出場し、一昨年も同じく開幕戦でドラフト9位入団の今井淳之介選手が出場。今井選手はシーズン終盤の10月に1軍の試合に出場すると初打席でヒットを放ち、打点も記録するなどイースタンリーグでの経験を生かしてみせた。球団初の育成選手獲得の意味とは、各球団が最大70人の支配下登録選手を保有し、さらに1軍の試合には出場できない育成選手も保有する中、同球団では育成選手を獲得してこなかった。それは福岡ソフトバンクホークスや読売ジャイアンツのように3軍制を敷いていないため、余剰な戦力を保持することでイースタンリーグの試合に出られない選手を少なくするためだ。ところが2018年のドラフト会議では初めて育成選手ドラフトに参加し、同年の甲子園を沸かせた吉田輝星選手の1位指名同様にファンの間では最大のサプライズと言われた。これまでは少ない選手でも試合をこなせていたのだが、イースタンリーグの試合数の増加もあり選手に負担がかかり怪我人が続出した。結果、選手に十分な休養を与えるという意味もあり、育成選手を抱えることになったのだ。そういった柔軟な考え方も同球団は持ち合わせている。選手ファーストの考え方が大谷選手の MLB 挑戦を実現させた。大谷翔平選手の二刀流を実現させ、
早い段階での MLB 挑戦が実現したのは、BOS に基づく選手育成はもちろん、他のスポーツでも近年話題となっている選手ファーストという考えも大きく影響している。これまでは、ネガティブなイメージの多かった選手のトレードが他球団と比べて多いのも、選手が活躍できる機会を与えるためという考えが根本にあるからだ。選手ファーストであり、さらにファンサービスファーストという活動指針のもと、選手とファンとの交流機会を増やすことで、ファンの応援意欲を高めるなど、より感情移入できる環境を整えてきた。また、スポーツコミュニティという企業理念を掲げ、地域密着を推進する同球団は、約600億円もの建設費用をかけ、2023年に国内初となる開閉式屋根の天然芝の新球場の開業を目指すなど、話題にも事欠かない。本作、ファイターズ・ザ・ムービーからでは、現役の選手やスタッフだけでなく、ダルビッシュ有選手、大谷翔平選手らも出演し、同球団がどのような歩みをたどってきたのかが語られる。日本のプロ野球の改革に大きく寄与してきた同球団の歴史を振り返る点においても興味深い作品となっているので、3月29日金の開幕戦まで待てないという人はぜひ劇場に足を運んでほしい。